ロイドご飯の時間がやってました。はい、どうも、今回は、神奈川県鎌倉市大船、この大船でも何度も紹介している石狩亭さんなんですが、もう何度もいろんなメニューを結構毎回別のものをいただいているんですが、今日は何しようと思ってショーケースをわーっと見てから何しようかななんて考えてからいつも石狩亭さん入るんですが、今日は見ている時にちょうど聞こえてきた声に誘われるままに頼んでいました。こちらお客様。
はい、というわけでいただいてきました石狩亭さんの、油淋鶏ハーフ餃子ライス大盛り。もう今日は、ね、油淋鶏も美味しかったですから餃子でしょうね。最初にショーケース見てる時に聞こえてきた声っていうのは、なんていうの、店頭で流れてる PV っていうんですか、映像でね、紹介動画流れてるんですが、今まで何回も聞いてるはずなのにあんまりみんな入ってなかったんで、今日初めてなんか餃子の宣伝文句とかなんかね、雰囲気いいなと思って見て、餃子食べてないわってこれ今日餃子いただいてきましたが、美味しかったですね。もうご覧いただいた通りですが、もっちりとした皮にゴロッとした、具材、それをお酢と胡椒でいただくのも良かったんですが、今回はもうそのまんまがめちゃくちゃうまかったですね。もうなんか自分的にはもう比べようがないぐらいうまかったんで、もうお醤油も試さずにもうそのまんまでほとんどいただいてきました。美味しい。うん、なんか自分ね、基本的には薄皮の方が好きなんで、もっちりとした皮って結構ね、自分にとっては得意なタイプの餃子じゃないんですよね、正直好みで言うと。でもここのは中のね、ゴロッとした塩梅の具材とのバランスが絶妙で、食べ応えあるし美味しかったで満足感ありましたね。美味しい、うん、かったです。はい、そしてね、これちょっと地味かもしれませんが、白飯の炊き揚げがもう抜群。これ自分かなり重要で、まあ、白飯は何でも実際好きなんですけども、まあ、でも炊き揚げもね、ほんと大事ですからね。もしかするとこう、お米でも産地とかも もちろん大事ですけど、炊き揚げで本当に違うなっていうぐらいね、やっぱ炊き方って水かけとか大事じゃないですか。美味しくいただきました。そして油淋鶏は、ここ独特もう食べながら、油淋鶏ってベース、基本の油淋鶏ってどんな感じだったかなってちょっと思い出しながら食べちゃいましたが、なんかこう、じわじわしっとりって感じの油淋鶏のイメージあったんですけど、意外と自分的にはもう唐揚げに近い油淋鶏っていう表現が正しいのか、私カラッとしてる中に適量タレが染み込んでるって感じの油淋鶏で、これも味付けもね、何の風味なんですかね、辛さとも違うけど独特の風味付けがありまして、こうタレの味付けなんかも自分がもう繰り返しになりますが、もう油淋鶏油淋鶏ってものがあるとしたら、それのちょっとなんかね、酸味が普段あるような気がするですけど、ああいうものとは少し違うような味付けで、それも美味しかったです。うん。とはいえ、手は餃子でしょうね。本当に食べながら、ここはやっぱり豚汁もね、本当に人気ですし、これ頼まれる方がいたり、今日は緑茶杯を時間帯は、緑茶割りか、飲んでる方がいらっしゃらなかったですけど、いろんな名物料理がある中で、まあね、品数も多いので、ゆっくりゆっくりですが、全品制覇いきたいなということで、今回は、餃子油淋鶏ハーフ行ってみました。はい、というわけでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。